橋し市立竹花小学校は、岐阜県橋し市にある公立小学校。校長は、豊島博明治6年校門技校及び、出卵技校が設立される明治7年両校を、合併したけが美学校と称する明治19年、小学校令発布、高等尋常の二課とする大正15年、小松塚村との合併に合わせて、 竹が美人城高等小学校と改称する昭和16年地区が、美第一国民学校と改称する昭和22年地区が、美第一小学校と改称する昭和22年校歌を、制定する昭和29年橋島市発足。橋島市立竹が、美第一小学校と改称する昭和33年。 橋し市立竹花小学校と解消する昭和34年級校長住宅に特殊学級を設置する昭和51年言語治療、言葉の教室を開設する昭和52年情緒、障害学級を開設する昭和58年文部省、指定道徳教育共同推進校として、研究発表を、行う、平成9年橋し市言語通級指導教室を、 開設する平成11年竹花、小学校懇和会を設置する平成12年県、教育委員会、特色ある教育活動実践校の表彰を受ける、平成13年県教育委員会指定、特色ある、教育家庭推進授業を、業務平成14年特色ある、教育家庭推進授業、中間まとめの会を、業務校内乱工事を行う特色ある、 教育家庭推進事業、公表会を行う平成16年難聴学級、聞こえを解説する、創立130周年を記念して、歌声集会、記念式典、劇館賞を実施する平成21年 FBC で、秋花壇奨励賞を受ける平成22年、岐阜県ふるさと教育推進賞を受ける平成23年、 岐阜地区図書館教育最優秀賞を受ける平成25年、岐阜県教育委員会指定学力向上チャレンジ校、岐阜教育事務所指定研修校、はし市教育委員会研究指定校として、公評会を行う岐阜県学校史家、保険有料校として、表彰を受ける平成27年はし市教育委員会研究指定校として、公評会を行う LDADHD 等通級、 指導教室、輝きを解説する FBC 焼き花壇で、エビセンベイの里賞を受けける平成28年、寄付教育事務所研修校としての公表会を行う FBC で、日本植物園協会賞を受ける平成29年コミュニティスクールとなるエアコンが、各教室に設置される平成30年橋間し、教育委員会研究指定校として、公表会を行う FBC で、 中部全域金交渉を受ける平成31年、令和元年学校の教育目標を、夢を持って、前へ、に変更する岐阜教育事務所指定研修校として、公表会を行う夢を持って、前へから、仲間と共に、自分の花を咲かせよう作詞家東照一、作曲長島田希望一、息吹を仰ぐ橋間屋に若い踊る基礎、ながら朝日にいらかテり生えて文化は香る竹花の、 阿ーワ竹タ小学校にすくすく伸びる若竹の仰ぐ鏡は先地王平和日本の建設に励む希望の集いこそ阿ーワ竹タ小学校さん一世包みの後を唱えは、歴史を語る延べの不汚れに染まぬ連に似て民主自由の学園は阿ーワ竹タ小学校橋間市立学校通学区域ありがとうございます